どうもどうも。来た来た。聞こえてますか？聞こえてるか？今日は勝ちますよ。ありがとうございます。こんばんは。さすがに今日は勝つで。前回はヴィンテージしか勝てへんかった。さすがにあの後もずっと泣いてました。じゃあ今回はこの観戦で、そう、今回は観戦をちょっと使おうかなみたいな。まあ、ほぼほぼ龍二ですね。意味わからへんけど。じゃあまあジョインするか。ちょっと待ってくださいね。レガシー。人来るかな？はい、今から教えます。ちょっと待ってください。はい、観戦おすすめは一撃必殺を持ったクロックパーミッションです。まあカウンター青いデッキなんで、デイズとフォースオブユール、まあスペルピアスと、まあ、最低限のカウンターがあって、でこのコンボですね。これがクリーチャーにプラス4プラス4で森コントロールしてたら対戦相手に3点与えるだけでプラス4プラス4できるカードなんですけど、これとこのバーサークっていうカード。まあ簡単に言うと、まあ、クリーチャーの攻撃力倍にしますっていうカードなんですけど、これを組み合わせると、なんと、プラス8プラス8。で、まあなんか11のクリーチャーにつけると、まあもちろん、5-5になるんで、それが倍で10点。で、毒10ですっていうデッキです。なんですけど、まあもちろんこのコンボがあるんですけど、まあそれ、じゃなくても、この辺の、感染持ちクリーチャーでピチ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 殴って、まあなんかこのコンボがあるぞというのを匂わせながら、これで、ピチ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 、実はコンボじゃなくてこっちで勝つだけです。あれ、俺上位にしてない。対戦で来ないですね。で、まああとはもうブレインストームとか、渦巻く知識ですね。まあ、シアンとか入ってて。で、昔ここ時を超えた探索だったんですけど、今は使えないんで、まあなんか、ブリンの振動ジェイスとかになってるんですけど、僕は今回ちょっと森の知恵を入れました。で、あと観戦ならではのカードはもう一個これですね。バインズ・オブ・バスト・ウッドっていう。1マナで対象のクリーチャーが、まあ、被覆っぽい能力なんですけど、キッカーで緑払えば、さらにプライオンプライオン。お、対戦相手現れたぞ。まあ、じゃあ早速やっていきます。そう、レガシーの観戦はね、ワンパンもあるし、カウンターもあるし、ちょっとモダンの観戦とかとは全然違う感じです。対戦相手ノーロームさん。ローム入ってへんの？はい。お、うーん。キープ。対戦相手の方、コメントで俺は4-0だと、お前はって。あかーん、あかん、チャリスキャン、これ。なるほど。上のバナがずれている。急に龍二がやってきました。あ、読み上げ君が入った。は消えい、ました。消えた。はい、
じゃあ、とりあえずここはギラをつかせてエルフを出してエンド。いや、これはね、まだ良かった。まだ全然良かった。いやー、さすがに。まあでもね、このデッキに対して、この土地強すぎるだろ。ライフ何点払ってもいいからな。さあ、殴るのか？これ殴ってきたらびっくりしますけどね。さすがに。さすがに殴らなかった。ここは出すのか、2体目。まあ、3なる宝球とか入ってないからな、最近は。しません。しまい。村井さんは暇ではないと思いますよ。いつも忙しい忙しい言ってますよ。じってー、バケモン。つくな。これは終わったか。まあ相手に追加が出てこないことを祈るしかないな。じってはあかんな。はい。メインじってね、最近流行ってるんですよね。これは行かれたか。見知らずファクトリー。またリシェイパー。はい。さあ、苦しすぎます。これは行かれたかな。まあ、なんか言ってますね、対戦相手の方。知らないですね。おおお、どうしてもエクストラポイントが欲しいんだって言ってますね。さあ、だがしかし、相当厳しいっす。ミジだ、チャットで消えてる。一応これでまだワンチャンスぐらいある。カウンター乗ってるもんな。とりあえずもみ消します。もみ消さない方がいいのか、もみ消すよりもインビゴレートキャストした方が。いや、もみ消すか。はい。いや、感染はね、じって絶対ダメですからね。はい、もう一回。じゃあ、これインビゴレートで気にしてもらいます。だからなんやねんみたいな。ミシアスファクトリー強いっすね。さすがにやばい。じってわかんよ。これさすがに負け。まあ、なんか入ってるカード見とこうっていう。乗るね。なんでこのカード2個乗るんですかね、バケモン。ミシュラとタニはこのデッキだとミシュラの方がいいと思いますよ。下の能力がいい。自分で守るとき3-3になれるんで。まあ、なんか部族デッキ、魔法とかだともちろん、
わ、すごいな、これ。むちゃくちゃや。そう、これ、梅沢敏郎がいたら起動できるとかにしたらいいのに。実定1枚に負けてますね。まあ、これは仕方ないな。お、墨が。じゃあ、これはもう無理です。ちょっとね、こういうのが続いてますね。さあ、感染。とりあえず、クロサングリップ入れましょう。1枚か2枚。まあね、虚空の杯、杯とか。ハイソーダボイド、ああいうカードが入ってくるんで、さあディスメンバー多分入ってくると思うんで、このかこれ除去で受けれるんですけど、これは抜かない方がいいかな。いや、こっから、こっからね、マジックはサイド後の方がよく多く戦うカードゲームなんで。土地ないな。いつも通り土地ないな。まあさすがにマリアンしますね。まあ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 。下でいい。はい、無色。そうですね、まだプロツアー決勝ラウンドだけのルールですね、それは。お、めっちゃいいドロー、デイズ。はい、これも、もしかしたら次のターン勝ちます。はい、なんか動いてもらった方がいいですね、むしろ。ご飯まだ食べてないです。さあディスメンバー、まあこれはさすがにちょっとデイズしますね。めくらましも再録されました、されますね。次あんこも、そう、みんなエターナルマスターズどうですか、安くなるかな。そうですね、もうめっちゃ高いですもんね。まあさすがにだいぶ安くなる。うわ、あかん、それあかんけど。ラチェットボム、これは別に通していいんじゃないかな。よいしょ。お、グリップいいドローですね。これはむずい。出ますね。そう、多分ね、流通量は少ないんですよね。リーグ50厳しいですよね。わかる。もう全然50できへんもん。そう、パパいいっすね。グレンハとかあの辺が。いや、もうぜひうちで。おっと、それは。ブレストウッズか。まあ、これ別に抜かれてもいいカードしか入ってない。あ、これはやばい。だけど、モリチエが欲しいぞ、俺は。そうですね、まあ多分神話枠でドラゴンとかね、女魔術師はまあしゃあない、ある。もうそれはしゃあないです、諦めるしかない。エルダージ多そうですね。まあ普通にデッキとして、あ、殴り忘れた。 これは喋 りながら難しい。いやね、喋りながらやるの難しいですよね。まさかのブライトエイジを殴らんっていう、そんなアホな。
相手もめっちゃ、なんでなんでみたいになってる。はい。これはリアリティスマッシュの構え。一龍寺？一龍寺か。あ、ディスメンバー。もうめちゃめちゃちゃんと引いてるやん、相手。はい。当たりシェイパー。これはね、ほぼほぼいかれましたね。水星の嵐、何枚引きました？僕は、モーダーマスは向いてないっすね。なんか僕 MBS までカード全部4枚ずつ持ってるんですよ。まあ MBS 以降はね、自分の好きなカードしか、使うカードしか買ってないんですけど。それでモーダーマスは向いてないっすね。全部持ってます。まあベータとかはさすがに枚数そんなにあるわけじゃないんですけど、全部4枚ずつ持ってます。コンプで。これはいかれましたね。もう相手がもう4-0の強者の強さでした。まあ僕が集めてた時代はすごい、なんか闇の伏金800円とかそんな感じの時代だったんで、まあ昔からやってたらそうなりますね。カラカス僕70円とか買いました。はい、というわけでどんどんいきましょう。いやー、マジック難しいな。結構ね、そう、昔、まあ、僕、結構長いこと、このマジック業界で販売やってますけど、ベンデリオン参入賞とか、池袋店ができた時が、ビッグマジックの、5年ぐらい前なんですけど、その発売、オープン記念日の特価の時に、ベンデリオン参入賞と、燃え上げの木立は448円で出してましたね。これ今でも覚えてる。懐かしい。確かカンデラもね、4000円とか出してた。で、その日、一番売れなかったんですけど、ボルカニックアイランドが5000円でした。こんにちは。そう、昔、今よりもだいぶ、その時高かったカードももちろんありますけど、そうですね。MO バーサク安くていいですね。なんかこれ、エタマス入らなさそうだから、ちょっと、もし感染回したい人は今買った方がいいかも。MO 感染多分結構安いっすよ。マネージャー。いや、まあ、相場とかそんなもんだったんですよ。まあ、7、800円ぐらいで、まあ、特価で448円みたいな。なんか当時から高かったのはなんか爆薬とかはあんま変わってないですね。今と。仕組まれた爆薬。そう、ベールのリリアナもね、グランプリいつやったかな？いつやったか忘れたけど、3000円ぐらいで売ってましたよ。あれも一回高くなってすぐ下がって、で、また高くなったみたいな。いや、懐かしいですね。なんかもう全然対戦相手は現れないんで、なんか、質問してください。もう全然現れないです。今日は8時半ぐらい前ですね。ちょっと嫁との馴れ初めないですよ、そんなの。今日はちょっとね、会社のこのライブを見に行くので8時半までです。リュウジとの馴れ初めはいいですか？はい、今日も事務所です。みんな結構リュウジ欲してますもんね。全然欲してへんやん。リュウジエピ？リュウジはなんか最初に、一番最初に会った時に、なんか挨拶されて、で、なんか、その、まあ、アルバイトの子かなと、まあ、違うかったんですけど、まあ、なんか挨拶された感じが、アルバイトの子みたいな感じだったんで、どんなカードゲームやってんの？みたいな意味で、リュウジって何できるんって聞いたんですよ。関西の聞き方で。で、まあ、遊戯王とか、マジックとか書いてくるなと思ったら、なんか、死ぬやつ以外全部できますって言い出して。え すげえな、こいつみたいな。
お、始まった始まった。さすがに今日は勝つで。はい、まあ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 、1000枚買え。まあ、1000枚買ったらね、破産すると思うけど、リシャー・ダンポートとバーサクは入らんっぽいから上がるんちゃうかな。これは、打たない。打たないぞ。やっぱりリュウジがナンバーワン。リュウジ大人気。お、ギターチョウ1枚ある。じゃあ、1回1枚打ちましょう。おお、なんだこのデッキは。ボブと、ジャンドっぽいですね。闇の伏線、リリアナ、タイガー、ウエストランド、サバンナ、カカスみたいな。はい。ボブ出てくるやん、これ。ちょっと一回。いや、多分ジャンドやと思いますよ。まあ、このターンリリアナ出てこないんで。お、いいぞ、いいぞ。これデイズがあったら最強でしたね。いやいや、やってるかい。なんか変な人来ました。今日はカメラないんやね。今日カメラないですか。いやいや、やってるかね。ちょっと変わった方が知ってます？みたいな。いやいやいや。いいハンドじゃないいか。や、これボム見えてるんやな。まあでも、なんか不毛を使ってくれ。頼む、不毛を使ってくれ。MTG 詳しすぎおじさんって言われてますよ。いや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 。メタル、明日メタル放送ですもんね。明日はね、そう、それをね、番宣したくて、おフラッと来たんですけど、お。お、ボブ使わへんぞ、こいつ。明日はもうむちゃくちゃしちゃおう来たか来なた来た。と。もうゴリゴリいきます？しかもゴリゴリ、くちゃくちゃにしろ。頼む。これ今でもやる意味あんまないのか。相方はね、変わったわけじゃないですよ。相方は黒田正宏さんにね、変わって、あの子らは、そうやね、いつか GP に出れるようになったらいいかなと。龍二をね、ちょっとね、再来週ぐらいから、お、ついに満を持して。再来週ぐらいから、ラーメン屋でバイトさせようかなと。ラーメン屋でね。はい。まあラーメン好きですからね。ラーメン好きですからね。いや、明日ギターはさすがに燃えるでしょ。そんなん、それは燃えるでしょ。あのね、小太りのメタル上がると、これも悪口ですね。これリリアナ出してくれんちゃうん、これ。あ、出へん。相手リリアナ出へん。モリチエ。とりあえずピアスしとこうかな。なんかあるかなんでなのね。な。なんすかね。全くもう、反動に何もないんちゃないんすかね。う。これこれがは、もう、フェナイワーズ6イヤーズオールダンス勝ちやろ、俺。これ ちょっ 昨日から払ってる。とね、流行ってるやつ。22 years ago ってやつ。さあ、来た。なんもないやん。まあ、黒黒出なかったんですね。ボブ出さへんねや。これチーカーでしょ。これはチーカーですね。どれでかとかなみたいねな。え。迷うまあまあね。まあまあまあ。うわ、兄弟かいで。はい、ドン。マグナムパワーでゲームオーバーやろ。1、2、3、4、5、6。はい、ドン。で、相手が、これ、インビゴルトあったら負けやん、言うてるところにね、インビゴルト、打つと。打つと。ふぅ。これが感染。これが感染だ。これがワンパンマン。君たち、これが感染だ。なんか言うてますけども、これが感染です。そう、気持ちいい。いやーね、たまにはね、勝たんとね。前回結構ボロボロだっいや、たんでし前ょ？回は1回も勝たなかったっす。じゃあ今日ぐらい。これリーグ入ってんの？リーグ入ったっす、リーグ入ったっす。さあ、どうしよっかな。どうするんだろう。ジャンドっぽい。これノージェイス？これノージェイスですノね。ージェイスか。ジェイス今、タキンキン貸してるんで。リアルやん。ジェイスの枠がモリチエになってんのか。そうっすね。なんか抜きたいもんもそんなにないんですよね。まあ、デイズいらんかな。
いや、僕がゴルガリ好きってことをよく分かってるコメントがありますけどね、明日はね、もうデッキもめちゃくちゃやで。え、ゴルガリが一番好きなんですか？ゴルガリが一番好き。うん。へえ。僕ないと思います。君はだってもう、どれで？色の組み合わせでっいや、てこもうと？色の組み合わせで。EZ じゃないの？え、なんでわかるんですか？わかるでしょ、それはもう。え、ほんま？まあまあ、IZ シでしょ、ミッそれクもは。好きですよ。シミ君も好きでしょ？要するにティムーレやねんけど、ティムーレのカードが、なんていうか、クーヤンのイメージしてる、それと違いすぎて。馴れ初めはあれですよね。なんか対戦したんですよね。対戦して、初めて対戦したときに、僕ゴブリン使って、レガシーでね、そうそう僕そうゴそう。ブリンで、クーヤンが、カナディアンスレッショルド使ってて、で、カナスレめっちゃやり込んでる子やで、みたいな。ハンドやり込んでんな、今の。今のはやり 込んでま今のしやたりね。込みハンドやったね。そう、めっちゃやり込んでる子やで、みたいな聞かされてて、あ、じゃあうまいやろうな、とか思ってて、で、3本目かな、お互い1本ずつ取り合って3本目で、ここで展開するか、1匹だけ出すか2匹出すかゴブリンめっちゃ悩んでる時に、クーヤンが手札からシャカシャカしてるカードポロッと出して、ファイヤースパウタせ見やっせたせてやっきた。て、炎渦竜巻。そう、炎の竜巻見えて、これ絶対打たれたら、もう僕の計算してる1体出すか1体出すかじゃなくて、負けるってなって、もうなんか誰もかなんかいたんですよね、俺そう、タルの。モ2体おって、アタック行くかどうかも結構迷っててんけど、まあ、それ以前の問題で 帰宅やんってなったっていう 即帰宅みたそう、自分のターンで自分のメインで投了するっていう謎の行動をして、まあ、いそっからかな、な。あ、そう喋るですようになったね。のは。いや、今ちょっとね、ギラスカスのエルフから行こうかと思ったんですけどね。まあ、さすがに、ジョークあったら嫌やし。いや、さすがやね。ピアス構えようかって言ったのに、プロやチャね。リス。今のはプロやわ。さすがにチャリスは。うん。これ、相手、アグロローム？ね、なんなんなか。んか、スクラブランドも入ってるからさ。まあ、さすがにパニッシングファイヤーは入ってるでしょうね。まあまあ、こうなるとね。わー。割られた。はい。お。あー、今、一匹ずつ引くか。1匹ずつちゃう？うん。さすがに。イフレットとゴルガリ、確かに経営の中っすね。いや、そんなことはない。ね。お互いの存在がなかったら、はい。世界お湯も沸かへんし、そうなんですか。はい下水道も、だからほら、お湯沸かすでしょ、ボイラーあるやん。はいね、はい。煮沸場あるやあろ。るその煮沸場で使った湯とかは、うちの下水が流してるんある。あ、ですよ、そうちゃなんんですか。と。うん。へえ。まあでもそっち勝手にやってるだけですもんね。じゃあ、ソファーさ、勝手にやっいや、てるだけ勝です手にやっよ。てるだけだから、なんか、ちょっと押し付けられた感下じが。水道使わせてもらってて勝手にやってるだいけっや、すゴよ、ルそガれリはは。ね、すぐそんなこと言うんですよね。焦るわ、こんな。これ焦るインビゴわ。レイト。てか、アサルなんで？そう。ラブニカのギルドはみんなインフラ担当してるから、そうなんでそすれぞね。れ。うん。キチガイ集団って言ってもらったわ。もうセーフやね。セーフやと思うけアど。ウトです、アウト。アウト、アウトやけど。ラクちょっドとスで僕のさ放え送ね。邪魔せんといてください、ちょっと。はラクドスでさえ、事件には必要やねんで、ちゃんと仕事があって。あ、土地置く、そんなん言うから土地置くの間違えた。バケモン。インクもそう置いてたのに、気ぃついたらトロピカルアイド乗ってましたよ。まあ。なんか、ストーリー言ってましたよね。そう、都市の、大事なものを担当してるんですよ、ラクドスは。ラクドスもめっちゃ大事な存在であって、あの世界で製鉄業をね、ほう。営んでるのはラクドスなんですよ。へえ。製だから、鉄業。そう、ラクロスのやつらがおらんかったら、世界はまだその木の家とかで暮らしてたんちゃうかと。噂っすか。ちゃうかっていうのは噂っすか、もいや、しかそしこまで細て。かいまで設定はないけど、いや、製鉄業をやってるよみたいな。それはちょっと、なんかちゃうんちゃうかな。めんどくさ。バレンムーア置いてるしか、100%アグロロームや。ですね。反応2枚やし、このまま行ってくれないかな。勝ちそう。勝ちそげ。そう、とりあえず、このガラクを無慈悲に 返り討ちにしておきました。お、ダブルボブ。これはね、行かれる。ダブボブ。ダブボブは行かれるぞ。ライでフのも、限り。反応がいいんですね。これ2個止めてくれてせへんかな。さすがにそんなことないな。2個止めるわけ二ない。個止めはうますぎやで、逆に。止めるのうますうま、それはうますぎる。打つよな。パンパンプ。なんでこれトランプルつかないんですか。
そう、ボブがね、なかなか除去れないんですよね。海賊の魔除けぐらい。まあ、水没か海賊の魔除けぐらい。お、いいね、前置きいいさっね。きなんで、これでブロックしたかったの？なんだなんだ。アウあトだ。かーん！引いてきたー！ここにあれちゃう？あの必殺のファインシングファイヤ兄弟化を打ってー。たまにやりますけど。これはいかれるでしょう。まあそうなればな。そら、そうなるよ。そらそうなる。MTG 終わり。MTG 終 MTG がわ終わり、る。早すぎる。違うんだな。違うんだな。カラカス。俺、ディミアはね、何してるか分かんないっす。ディミアは都市伝説。あ、都市伝説。ほとんど住民がディミアはおらんと思ってるから。ああ、まあ、リュウジたもんなんですリュウね。ジみたいなもんやね。うん。リュウジもちょっと前まで大会出たら、取材したんだとか言われてたやもんられてまね。したもんね。めっちゃマナーっすね、相手。このマナから、まさかナチュラルオーダーが打たれ。アタックが後ですけどね。大阻止が飛び出すとは誰も思わなかった。お、X さん。いやー見もうたこことれすぐは、るやん、実質ナチュラルオーダもう、まあ、似てますけど、もう大阻止もきついよ、もう。お、なんでこれ？なんでこれなんだ？さすがに無理ですね。開けましょう。次に行きましょー。まあクリーチャーがね、う。さすがに。うむ。ダメ押しのレリッカリまで飛び出レしリッた。カリ言われておりました。いやー、まあ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 。パニッシングファイヤー強いね。もみ消しいらんかな。もみ消しいらんかな。いるか。アグロロームなんやって感じなんですけど。ねえ、そいつ何用で入んの？あれ、チャリス見たんで。あ、そうかそうか。はい。アグロロームね、いら渋んいな。よね。まあ、ねえ、初戦負けてるんで、まあ、ちょっとカジュアル寄りな方に。まあでも、デッキ自体はすごいいいデッキですからね。お、いいぞ。ほんと。なかなか。これだけ見届けて帰ろう。前室から大阻止。もうローム多いですか？あんまり当たったことないですけどね。なんか時間帯とかによるのかな。前日からダイソーしちょっとやってみたいな。 僕昔大阻止ラフィーク20点パンチやったことあります。21点か結な。パンパンパーンって構流行ったよな、ナチュラル入りオーましダーたデッね。キにラフィーク入れんの。入りました、入りました。あれやね、バタースから出てきて、なんかダメージエース勝てへんやんってなっ て。アクザンっすね、確か。悪残か。当そう時。や、悪残もあったな。うん。そう、見どころ剣ついたバタースカルで完全終了してんな、ダイソそう、シそうが。ですね。懐かしいわ。ボブ？もう今何でも来いですよ。ボブ、チャリス、もう何でもいい。もうマジで何でもいい何でね。もいいです。さあ、なんや、チャリス、さすがあかんな。これもういけるいでやしもうょ。これさすがに、もうこれでいけへんともう泣きますよ、もう。お、ポンダ。しかも強いし、強い。ポンダ、ポンダ、ポこれンダ。でベルセルク行くんじゃん。おー。わお。これはね、でも、強すぎ問題。インクモスか。インクモスだな。インクモスを引きます。した。そう、全部欲しい。ブレストだったら最強だった。インクもそう出すと。はい。確かにね。ドン。次のところインビゴレートよね。そうですね。なんか全体情報とかで仮に流されても、これで勝てるんで。僕の濁流とかで。これは？怪しげダイヤモン怪ドしげだ。か。このカードも高くなりましたね。これはゴルガリチャームか。ゴルチャはやばい。けどゴルチャでも勝ちそうっていうね。ゴルシャでも勝ちそう、マジで。
パンシファイヤー、なるほど。これも打つんちゃうかな。打っても全然。打つが残れば。あ、土地置いてないのか。土地置いてない。置いてないね、相手。難しいですね。土地置いてない。土地置かれたときどういうふうな恨みがある？ 2 枚のカードそこから3人みたいなのがきまあ、つい。ソープロ、ソープロがきついですね。入ってんのかもわかんないですけど。まあ、あともう一枚これ打てるとか。はい。1匹はシャーマシアで。おおお。これはさすがにいったんちゃうか？これいけんじゃね？ドン。ドドドン。ドン。これもハイパーモードでいいよね。これね、ソープロやっても、もう勝ちなんで。うん。マックスショット打てるやんね。まあ、ここでいいですね、普通に。そうですね。ドカン。あれ？もう優先権が。ないやん。もう相手諦めたぞ。じゃあ、おいしく。美味しくいただきましょう。あ、やっと勝った。それ霜フラグやから。それ霜フラグやで。ね、ぜひパーフェクトストームのそれね、11、11。ご覧になってない方はぜひご覧くださいと。勝ったー。まあ、こんなもんですよ。おお。バックカウンター見えないから画面調整できない。確かに。ごめんなさい。ここに14と書いてある。これ企画初勝利？まあ、ヴィンテージは買ったんですけヴィンど。テージ買ったのか。いやー、じゃあ、あと頑張ってください。はい。じゃあ、僕は上で村井さんの仕事小屋を確認してきます。初勝利やで。画面が少し隠れてるのどうにかなりませんか？これね、前と一緒なんですけど、隠れてんのかな？おっとっと。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、呼びましょうか。これね、どこが隠れてますか？あ、こういう感じ？これで見えますかな？バナーいるか？まあ、それね。いらんちゃう。いや、もうこれは俺も思ってるけど、いらんちゃうかな。すいませんでした。どうしよう。もう一回やる？なんかヴィンテージとかいるのかな、人。今は、まあ、フェッチとか上がってますよ。お、レガシー一人おるで。なんかね、今ちょっとおもろい方の感染組んだんで。黒ミド感染。この馬術で勝つデッキ。フェッチはね、なんか入らんから、入らんっぽいから上がるみたいな。ちょっと、違うデッキでいきましょうか。ダークインフェクトでいきましょう。さっきのスペルに3マナでプラス2プラス2で対象のクリーチャーは馬術を得るっていう操作理由なんですけど、ポータル三国出身の。どこにもターン終了時って書いてないんで、永続に続くっていう。あ、リュウジ来たけど、できたわ。大丈夫やった。はい、というわけで、黒緑感染。お すげえな、これデッキ。そうなんですよ、このカードね、どこにも書いてないんですよね。さあ、ファイクル3ターン目、2ターン目出るかな。ギタチョウ、もう、ギタチョウ打つ必要ないな。このターン打つ必要ないですね。このデッキは完全オリジナルデッキなんで、もう知らないです。まあ、レガシーの感染でこんな組めるでみたいな感じの。コマ？何？ポスとかニックヒットっすね。うわ、黒黒出えへんやん。やっぱニックフィットですね。ディード、あかんで、これ水尾ディード、もうめちゃめちゃっすね。はい、
黒マナが出なくて死にそうです。コマの新キラスはなんかパワータフネスありそう。さあニックヒットやからなんか逆にサーチさせてくれへんかな。ちゃんと沼に前入ってるんで。はい、これでカード当てれたらすごいけどな。はい、お今な水尾そこ、お来た来た来た来ました、ファイレクシャンクルセイドファイクロですね。これプロテクションね、白と赤なんでなかなか稲妻と剣を好きに効かなくてなかなか、おおこれは、ね、ブロックされたくないんで敵ロバ言っときましょうか。敵ロバこれプラニプラニ馬術です。でねこれで44ファーストストライク馬術。いやもうこれ十字軍馬乗ってもうたからもうこれ行ってまうよ。相手毒読んです。これさすがにビビってまう。これリード張ってくれたら勝ちやな。毒8与えれるんで次。あれパルスあった？いやー馬術はい、お前バーサク打った勝ちやったん。あのね普通に見間違えてました。水尾やと思ってました。ドン、まあ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 もう一枚あるんで。はい来る。一応さっきバーサク打ってたらもう買ってましたね。水尾2でもほんま赤いやん。プロテクション白と赤やん。ダメですね。さあリードなのか水尾です、まあ、下手くそはねもう知ってるんでカードは見た方がいいらしい。間違いない。いやもうみんな見えてないんですけどね、あのそのリュウジに僕は今拳銃を突きつけられてそういうプレーをしろと言われてるんだ。ただこうやってもしかして流れる？ああかんやん、流れるやん。行くか。110番は今んとこ、あの僕がそのね今パルスをね見逃したんで事後でもテキスト読めるのはリュウジョ偉い。流れるねこれ、流れるけど、まあここで流してくれたらなんかありがたかったからまあいいかみたいな。さあ毒7まで来ました。頼む。おこれはさあなんか持ってるかな相手。とりあえず水尾で終わってみますか。ドン、123、駒逃がした。はい、相手の無職たちは、ボルラスの要塞、黒2マナタップで対象のクリーチャーを墓地からトップに。はい、別
テランの能力。これはね、墓地に行ったらお互いベーシックランド2枚もうない。あ、そうか、沼の2枚目入れてない、入れ忘れてますね。はい、お互いタップアンタップインで、アンタップです。さて、ソープロ持ってんのかな。はい、行きましょう、うん、ドン。はい、アタックします。千葉は多分奇跡じゃないですかね。感染はまあ炭が対象できるんだな、これがパストイグザルでできるんだな、これが、うん。ちゃんと引いてますね、ちゃんと引いてますね。これはまずいですね、ガバガバですやん。これはね、ガバガバじゃなくて相手がちゃんと引いてるんだよな。ちょっと帰るのはやめてください。苦い心理。ふむ。土地引きすぎー。この際やばいですね。一応ファイクルで止まる。止まるというか、乗り越えれる。酸素の無駄。めっちゃやってますよ。バタースカル。これは返しで死ぬので負けですね。お、クロップポゼーション。負けですね。GG。まあ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 。まあ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 。もう切れそう。すいません。僕が下手すぎて。ぐるぐるしてないデュアルランド、確かに。あのデッキに対して入れれるものが全然なくて、さすがに草なんだが、うん。そうですね、カラカスカタカナだと、まあもう地名なんでしゃあないんですけど、アーボーグとか、そういう感じなんで、なんかカタカナ嫌ですよね。これサイド、なんか入るんかな。あ、そのまま行っちゃった。まあ、あの皆さん、あの下手くそには厳しいんで、もうどん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 。はい、キープします。ダクフェイデンの買い時、ダクフェイデンはね、まあ、下がったら買い時じゃないですか。まあもともとそんなにレガシーでもね、使うあれじゃなかったんで、どちらかというとヴィンテージで、まあ、なんかエタマス出てちょっと下がると思うんで、そのタイミングじゃないですかね。まあ、コンスピ版がどうしても欲しいというなら、もう、今買った方がいいかもしれないです。まだ多分ね、そこまで、うん、どのショップも、まあ、ちょっと様子見ぐらい。ダクフェデンはもうぜひうちで買ってください。はい、ドン、ベテラン。ベテランやな。お、炭が、え、ファイクル関係なくこっちで勝つの、なんかこっち側で勝てそうだな。カードのお値段は、まあ、僕が決めたり、まあ、浜屋さんでも全然多分売ってると思うんでいいと思います。 BM さんはね、今いくらだったかな、ちょっと確か下げましたよ。下げて途中からまだ
指示だけしたみたいな。僕が決めて、全部決めてるわけじゃないですよ。さあ、仕入れ。これパストイグザイルやん、これ。お、殴ってきた。はい。まあ、除去弾いたら勝つから、なんか殴ってもよかった。お、強っ。これは、引きがせこすぎる。お願い。お、パストゥイグザイル持ってますね、やっぱり。じゃあ、これで。ででん。はい、このカードが、相手に3点ゲイン与える代わりに、プライオンできます。いやー、そうですね、スタックで一応オーバー3尾除去ったら、まだ相手生きてたから、それでもよかったのに。で、死んじゃった。ね、お互いガバガバ。はい。サイドデュレスとか入れんの？デュレス入れてもいいのか。うん、ですね。抜きてー。できれば抜きてー。これさすがに抜く？ まあ、檻は確かに、まあでも、あんまり。そう、これコンセプトなんですよね。やっぱ敵呼ばで勝ちたいよね。まあ、バジッツは残しとくよ。サイドの1枚なし、まあ、レガシーは特にね、こういうデッキはあれですけど、青いデッキはね、渦巻く知識とか、コマとか入ってるんで、引けます。馬術観戦。ファイアクシャンクルセイド馬に乗したいってデッキなんですけど、さっき、一瞬で除去されました。はい、対戦相手来ない。落馬しましたね。まあ、落馬ぐらいやったらいいけど、完全に死んだからね。まあ、なんとか。ランカー、これ1枚だし。はい、キープします。まあ、結構良さそうですね。はい、仕入れ。このカード強すぎるんだよな。はい、沼から行くのか。まあ、肉とあんま不毛な位置入ってないんですけど、ガラクしかない。これは言ってまう。逆に怖いんですよね、こういう時。なんかもう、持ってんちゃうかみたいな。いや、これ怖いで、逆に。お、ノーブル、ええー、ね。なかなかいいね。いや、これね、怖い、逆に怖い。これ返しでもう一回ガラクとか来たらもう、泣いてまう。そう、大体引かれる。もうエンド前に増えてきてるもん。まあ、これは普通にあれか、シゲ、お、シゲ起動しなかった。さあ、そう、怖いよね、こういうの。確かに、途中行きたくない。いやー、もう素直に一旦目、ベイヨーを持ってた方がよかったな。たくさんですね。これなぁ、持ってるかなぁ。まあでも除去を。
まあ、でも一応このターンはまだ勝てないんですよね。まあ、とりあえずランカーつけるか。よ。お、相手が放棄した。ドック4です。はい。あ、戻ってきてもらいましたか。ありがとうございます。今は、僕のオリジナルの、黒緑感染で、3マナで対象のクリーチャーをプラス2プラス2して馬術を得るっていうカードがあるんですけど、それをフィーチャーしたデッキです。レガシーっす、レガシーっす。さあ、なんかさすがになんか引いてやる、これ。敵ロバス、敵ロバス。倍増の X1、ちゃんと引くね、この人。はい。まあまあ、ランカー落ちたんで。これは、まさか。お、お。これは行ってまうか。一応、パッと見買ってるんですよね。おや。相手の筆記は、ニックフィットス。ドン。強襲の方がいいのかな。ランカランカ、まあ、さすがに2枚引いてるのないよな。あ、そうです、そうです、感染デッキ。いや、でも、ただ、これは、普通の感染じゃなくて、黒緑っていうレガシーでもあんま見ない。なんかあんの？一応ね、さっき、思考囲いで反応見たら、こいつしか持ってなくて、あと全部取っちゃったんですよ。そのままこれ引かれるっていうね。さあ、これでね、ディスメンバーとか引かれたらさすがにビビる。メンタルミスステップ。いいっすね。そう、ヴィンテージでも感染とか組めへんのかなと思ってますけどね。まあ、無理かな。モーカーの群れ感染は、モダンで、ね、一時期活躍したんですけど。レガシーはな、結構難しそうなんですよね。お、勝ったぞ。勝ちました。はい。黒緑感染。今使ってたのこれですね。何度か勝ちました。この馬術ね、全然活躍せんかったけど、面白いの。僕が記事でこの間紹介したサルベイジャーズコンボとかありますよ。難しい。まあでも今日はちょっと感染を回すっていうテーマだったんで、まあ、ヴィンテージあったらね、ヴィンテージ行くんやけど、人いないですね。はい、とりあえずもうちょっと感染回しましょう。レガシー、はい。まあちょっと相手がなかなか来ないんで、なんか質問あれば。馬走らそう。まあ馬走らすのもね、面白かったですけどね。UG、はい。青緑っす。今日は勝ってる。今日はもう年一の勝てる。21とか久しぶりですもん。そうですね、MO のレガシー人口増えてほしいですね。シムの記事どうなんですか？僕、シム、個人的に友達なんですけど、なんか記事書いてました？そう、感染はサクサク終わる。コボルドストーム、面白いですね。MO、ぜひやってください。そうですね、デュアランはちょっと。KMC にいつもボンバーマン使ってる人いたな。それアテリエルさんちゃいます。今流行ってるカードも使わないなら買うのはやめようっていう記事。あー、あれシムなんですね。まあ、どうなんだろう。まあ、使わないカードを売るのはもう自由なんで、もう売ってもらってもいいかな。僕とか結構なんか、また買い直す可能性あるの嫌やなと思って取っとく派なんですけど、もう人によりますね。リュウジとか、もう全然、あいつガンガンカード売って、その売ったお金で買うみたいな。
スタイルなんで、まあ、もう人によりますよ。そう、デイズ再録のおかげでレガシーは組みやすくなりました。いや、結構ええものレガシーは、あれちゃいます？やりやすくなるんちゃいますかね。リュウジと同類かって。もう全然大丈夫ですよ。対戦相手、なんかキャンセルされてんけど。そうやん。コーマスベルは、多分10枚ぐらいから上げたん。まだまだ。一応3000枚ぐらい目標に。全フェッチャーちょっと高いですね。セラピー下がったの嬉しい。そう。ね、レアぐらいになっちゃうかなと思ったけど、一応あんこで。まあ、コーマスベルね、あれ、地味にベータとか高いんですよ。僕、そんな怖いキャラちゃうよ。コーマス5点ぐらい、ね、立たしてあげようかな。そうっすね、アンコはさすがに、永遠の商人がモダマスに入ったとき、だいぶ安くなったんで。まあまあ、コモンアンコ、レア、まあ割としっかりしてるんで、神話がちょっとね、しょっぱいって言われてるけど、まあ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 、定価で買えるなら、いいんちゃいますかね。メタマス普通に流通はするみたいですよ。コーマスベル使ったデッキ、一応ありますからね。コーマスベルって、相手ので、沼が全部1-1になるんですけど、ヨーグモスの墳墓、アーボーグで、まあ、全部対戦相手のカードの沼になるじゃないですか。で、そこでコーマスベルを張ると、相手の、まあ、沼も1-1になるんで、そこでリンバーラ出せば、相手だけロックっす。まあ、電報超過でもいい。そう。まあ、デッキあるというか、そういうコンボがある。アルガスエンチャントでさ、どうなってんのかね、あれは。そう、神話強いパックより、レア強い方が嬉しい。まあ、どうせ神話、まあ、僕結構ね、パック向いても神話引けないマンなんで、まあ、レア強い方がいい。コーマスデッキ、リュウジね、一回どっかで使わそうかな。まあ、EDH とかやったらいいんちゃいます？逃走した戦。コーマスは、わかんないっすね。僕、岩昇さんと違って、ストーリー全くわかんないんで、明日、ぜひ質問してください。さあ、相変わらず対戦って来ませんね。僕、一回、30分待ちましたからね。全然来へん言うて。さあ、もしヴィンテージとかに人がいたら、面白い話。いや、なんか振ってくれたら、全然、なんかね、おもろい話、なんかあるかな。なんか逆に誰の話が聞きたいですか？僕の近しい人の話だったら。思い出のカードは僕はあれっすね、思い出のカードに今名前出てこへんけど、全体に13点与えるカードっすね。何やったかな、クロさんとね。僕ね、実はまあ結構長い間知ってるんですけど、あ、そうそう、冒涜の行動。お、来た。残念、また冒涜の行動の話は後にしましょう。まあ、クロさんと僕は結構長い間、お互い知ってるみたいな感じなんですけど、まあ、そんなに、ちょっと、お、リージェ、相手リージェイや。これヨーロッパの強豪。踏む。マリガン、キープ。そう、自分の石、牛に打ち込んで俺にダメージ飛ばせるとマジゲ不可避。そう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 。あのカードすごい思い入れがあるんですよ。さあ、相手のデッキは分かりません。リージェは本物だと思うんですよ。いつもいますからね。
元のプレイヤーの名前なんだったかな、ちょっと元のプレイヤーの名前忘れたんですけど、普通に強豪です。さあ、カスケードっぽい。ああ、グリクイスか。挨拶返した方がいいですね。確かに。普通に見てませんでした。はい、You too。返しておきます。インビゴレート。ここはトロピーですね、僕は。森でもいいのかな。あんまり感染使ってる時もう知らんみたいな感じで、結局なんか不毛の大地こっちに打たれるんで。挨拶返さないと下落ちする。めっちゃ怖いやん。さあ、リージェめっちゃ考えてます。なんだろう。はい。ええんちゃうかこれ。感染は、最近あんまりいないですけど、カナディアンスレッショルドとか、RUG デルバーですね。向こうもこっちと同じぐらい、なんか、目くらましとか、入ってて、ね、ほんで稲妻も入ってるみたいな。あれはすごいきついですね。カナセどこ行ったんですかね。さあ、さすがに稲妻打ってくる？そっち。もうなんか、怪しい匂いしかしないぞ。カラスはね、そうですね、某有名プレイヤーの市川さんがね、もう竹槍言うてます。チームアメリカ懐かしいですね。CI も使いましたよ、僕。さて、このままいきます。チームイタリアも昔ありました。なんか違うカラーリングで。さあ、デッキなんなんやろ。普通にグリクシスデルバーやと思うんですけど、1マナで2点振り分けるカードが入ってるんかな。そうですね、普通にマルドゥのデッキ。隅側起動してもよかったかな。なんかトロピカルアイランドができた。もうわけがわからなかった。でも普通にフォーカラー出るわか。二股はさすがに泣く。アングラー、ほう、ブルマガングラー。違うんだな。違うんだな。でも相手なんもないっぽいっすね。相手は多分4からデルバーですね。多分し、普通にシギレのシャーマン、デルバー入ってんのかな。ああ、これは、不毛の大地置かれました。あと、このグルマグのアンコウと、あと、ヤングパイロマンサーですね。若きグレン術師。ああいうのが入ってると思います。さてさて、とりあえず、難しいな、これ。トロピーおきます。難しいな、なんか持ってそうやな。かといってこれを置くとウィルーテヘンクになるな。グリデルは僕も勝率良くないですよ。きついっす。さあ、これ難しいですね。出すのかな。そのターン何もしないのが正解なのかな。ハンド4枚。稲妻は一発しか打てない。ダフル起動でね、不毛稲妻って言うともう、あーってなるからね。ここは我慢します。
構わん。ミラクル強化キャラ感染は、え、あれちゃいます。え、むしろ感染強化キャラやねんけど。なんやろ、特質系ちゃうな。もう分からへん。さあ、相手もなんか全然、おお、A の引いたで。A の引いたけど、それちゃうな。さあ、てと。ミラクル特質系っすね。もうこれ元ネタ知らん人 もう何々何々ってなってる。はい、どんな相手もミラクルもあれちゃいます。エンペラータイムちゃいます。さすがにどんな時も 100% 知らん。はい、さあバーサク2枚重すぎ問題。さあシアンでめっちゃ悩んでます。今対戦相手はあのリージェっていうヨーロッパの強豪で、まあなかなかいい相手なんで。アンブロックの未来ね、なんかデイブとか引いてきたらアンブロック出してみたいな感じになるけど、うーん難しいな。まあ相手ハンド減ればね、ここで普通にインミゴリと引いてこれればリュウジーはもういろいろおかしい。まあ、リュウジーはね、もうもはや強豪ですよ、あれは。古豪。お、3枚目来たで。うん。なんか3枚目さすがに来たら行っても良さそうだ。あ、行き詰まりに入った感染は、僕の知り合いの八尾さんの感染ですかね。まあ、あれも全然。あれはちょっと話してたんですよ。行き詰まりみたいなカード欲しいねって。まあそんな感染も先手だとすごい強いと思うんで、まあね、イニシエのこれと、まあこれじゃないですけど、ミシュラの交渉と。行き詰まりのコンボができるんで、はい、さあここで、まあ、ウィルしたいな。ウィルするな。盤面崩壊願望にはね一定数いますからね。返し何食らったやつやろ。まあ、ウィルしますね。されますね。されましたね。で、不毛されますね。ラスゴ来てくれ。お、これはまさか。いやー、弱者の消耗はさすがに泣いてまう。なんか湿地での被災とかもメインから入ったらびっくりするけど。さあこれね、バーサークじゃなくてインビゴレートやったらな。水滅、水滅はなかなか、まあ、相手リージェなんで、あの上手い人なんで、これ絶対見せないです。普通に不毛起動してくる。ハンドバーサークバーサークでしてるんで。あれ反戦が通ったぞ。なんだなんだ、なぜか独一通ってくれました。相手このバーサーク2枚見てるんですけどね。なんだろう、はい、まあ結構ねこの5-5がずっと殴れないんで、ギガつかせない F。 お、殴ってきた。え、そうでしょ。これヤングパイロマンサー引きましたね相手。もしか2枚目。まあ、2枚目ですね。うわー、マジっすか。
それは。ドン。お、渦巻く知識。さてさて。違うんだな。3枚目。3枚目いきます。いや、あんこはもうタルモより全然でかいですよ、常に。大体、なんかいらんもん、リムーブして出てくるんで。さあ、これね、これはいわゆる、だいぶきついぞ。はい。まあ、多分2枚殴れないんだよな、相手は。さすがにグルマグアンコを2体で殴れないと思うんで。むしろ2枚殴ってきたらこれ稲妻あるやんっていう。はい、おお、2体殴った。ええー、稲妻持ってんの。稲妻持ってるなこれ。まあ、とりあえず様子見で起動しますか。これしかできないんで、ブロックさせてお願い。はい、ブロックさせてお願い。さすがに稲妻持ってるよね。はい、稲妻持ってたら負けやん。もうほぼほぼ積んでますね。相手が適正なタイミングで稲妻を打てば全然積んでますね。稲妻持ってないわけないよな。持ってへんわけないよな。毒4248。そうしても地獄。これはね、一体ブロックしてなんか出てこないことにかけるのがいたかな。はい、まあでもこれ稲妻持つは終わりなんですよね。出る場は、なるほど、稲妻持ってないの。お願いします。違うんだな、違うんだな。これはこれは負けです、残念。はい、グリックシズデルバー、まあ稲妻に効くんで、これもう1枚も、あ、1枚でいいな。さあね、一応トロピカルアイドル見たんですけどね、このカード効くのかな、抜くかな、相手効かなさそう。まあ、この辺は入れますね。いや、多分タルモはいないですね。あのグルマグのアンコウが入ってるんで、黒はいるか、黒ポジションはいる。海賊のマーク余計はいらない。アイランドウォークつくからいるか。はい、まあ多分デイズは長期戦になるんでいらないです。いや、地獄でしたね今の。まあ、盤面崩壊願望2期の願望通りになったんじゃないですか。何引いてたら勝ってみるの。まあ、なんか激励を引いていいタイミングが結構あったんですけどね。おおお、まあ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 、いやサイドもまあまあ地獄なんですよね。もうあかんカードめっちゃ入ってくるんで。
ハンデスでしょう。お、ちぎれ。はい。どうぞ。墨が。もうここはやむなしで。ブライトスティール。エージェント。はい。まあ、これ強いですね。1マナ、1マナ、2マナ11で感染、ブロックされない。今更ですけど。はい。グレンハ。強いですね。ただ、さすがに隅田が、こっち。このターン出たやつ、どっち？こうか。え、寄ってる方やん、これ。嘘でしょ。なんか前までね、このターン出たって出てくれてたんですけど、なんか今見たら出てなかった。嘘やん。しかも稲妻やん。バケモン。さすがにマジックオンラインバケモン。狼狽の嵐。マジックオンライン修行やな、これ。 厳しいですね。ちょっとシステムが俺を殴ってくる。渦巻く知識。エタマスにゴリラのシャーマン。確かにゴリラのシャーマンなんかエモーでめっちゃ高いんですよね。稲妻を誘う高難プレイ。いや、これ別に普通に殴れるんだよな。お、ヤングパイロマンサー来たか。はい。まあこいつはもうあんま関係ないですね。ハンデス？てか相手強すぎるだろ。全部持ってるじゃないか。今日は一応2勝1敗で今勝ってます。ただ相手が今リージェイっていうね、強豪プレイヤー。さすがにピアス落とすか？いや、特に意味ないからな。この動き、本当インチキっぽいっすよね。はい。なんだ、海賊の魔除けを落とすかもしれないですね。普通に。ヤングパイロマンサー除去された家だ。まあ、普通に考えたらスペルピアスですよね。はい。はい。これが最強のドローなら勝てる。お？お？これは？次のターン勝ってしまう可能性があるぞ。これ基本あと1枚土地があれば勝ちだったんですけどね。はい。レガシーの神話？神話は、そこそこっすね。そこそこっす。あんまり見ないですね。そうですね。今のターン、もし、あと1枚が、土地だったら、勝ってたんですけどね。まあ、そんなうまくいくわけない。全員できた。いつのことフルタップアンコーとかしてくれへんかな。はい。デデドン。じゃあまあ、もう、行きます。インビゴレイト。対象、こっち。
なんかある、水没なんかこうなってきた、逆にドン、まあ、その3枚で、お、勝った、勝ちましたね。水没は結局一生ケアできなかったんで、いや勝ちましたね。いや、はい、モダンと何が違う、まあモダンと何が違うって言われると、そうですね、ほぼほぼ違うんですけど、何やろな、一番はやっぱりあの奇跡コントロール、あとなんか結構簡単にサイド後行かれちゃったり、どうなんだろうな、意外と神話いけるのかな、なんかいける気してきました。お、ワイルドディフェンスええんちゃう、もう一生通らん気するけど、チャリスを置かれたら、まあ、まあまあきついですね、まあ、墨金殴るとかできますけど、はい、まあ稲妻ぐらい持ってるでしょ、電報、セラピー、レインストーム、はい、踏む、電報、電報やばいですね、そう、無色のストーニーサイレンスがあるんですよね、そう、なんか普通のデッキよりは多分チャリスを置かれても詰まない、はい、まあ、割りますわね、割らないか、あ、別になんか今土地がいっぱいあるんで森から行かなくても、割ってくれたら店舗阻害されるんで、ちゃんとポンダー引いとるな、さあトップをリージェイさんはトップ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 、シャッフルしなかったな、そうですね、対象になるとプラス3される、うーん、土地こんないらない、いらないが、しかし、はい、まあ一応まだセラピー足切れか、はい、頼む、うん違うんだな、違うんだな、違うんだな、相手これブレスト打ってくるか、まあ打たへんな、ブレインストーンパイセン早く駆けつけてくれないかな、頼む、ブレストパイセンお願いします、違うな、貴族の教師パイセンですね、ワイルドディフェンスはまた出さないかな、まあ教師パイセンに頑張ってもらいましょう、マナーめっちゃ出る、ストームが2なんで、これもう消した方がいいんちゃうかな、でも払えんのか相手、1、2、3払えるやん、あかんやん、はい、ランプかな、ランプはもうちょい加速するんちゃうかな、ねえ、はい、やんぱい、はい、で変わるセラピー、まあ、これ当てられないでしょ、このハンド、これ当てれたら放送見てるだろ
インビゴレット、まあそうですよね。まあさすがにそこは。で、これで多分さすがにワイドディフェンス落としたいのかな。まあ打ってきたらさすがにローベン・ナラシュ打ちますね。インビゴレート。何色だ。あ、もう一枚あるんだね。あ、違う。はい、ドン。墨が違うんだな。これはババビーとか、おばさんビーとか。もう相手と全く噛み合ってないですね。はい、ドン。ドンドンドン。仕入れは味方を呼んだ。クリーチャー引かない秒じゃないですよ。引いてますからね。ノーブル。何べきかな。ノーブルで20点削るべきかな。はい、ドン。はい、はい。いや、今日はね、まだ勝ってますよ。勝ち越してます。これは？老婆なしってバレてるから払ってもらった方がいいのかな。ですね。まあもうバレてるんで、この反応は払ってもらいます。払ったぞ。はい、ドン。マジで、あの若きグレンジ術師ってカード強すぎへんか。当てずっぽタイム。なんて指定したんだ。お願いします。お、まだ戦える。まだ戦えるよ。ワンチャン。出さなくてよかったか。出してから気づく。はい、まあライフまだ13あるんで、まだそんなに。あと2ターンぐらい。老媒ならし、老媒ならしは、ピアスと比べると、あれっすね、なんて言うの、普通に、まあ、同じ2マナ払いと違って、1マナ1マナ払いなんで、まあ、1個カウンターされる状況、なんか、総裁とかでカウンターされる状況でも、直接コピーがスタック上に行くんで、まあ、かいくぐれるんですよね。そういうのとか、まあ、あとはなんかこうドッドッドって、お、ウィル切ってきた。ウィル切ってきた。相手うますぎか。はい、そうですね。ストームがチャイスに引っかからないとかも大事ですね。さあ、これ相手なんかあるんかな。これね、一応隅がブロックできるんですよね。なぜなら稲妻を打たれても、このカードでプラス3プラス3されるからです。これは水没持ってんのかな。いや、私は行きます。相手気づかなかったから、まあそれともなんかもうほぼほぼライフ詰めれるから、しぎれいで。またまた、ああ、やっぱ本体に来た。7。さあ、これトップ何がいいかな。なんか引いて。違うんだな、君。それは違うんだよ。はい。そうですね。しぎれいで5。一応まだ耐えれる？まだ耐えてる？
1体2体止めて5でしょ。土地じゃなければ耐えてる。耐えてますね。耐えている。殴るのか、これ。殴っておいて2点、毒3、毒2でしょ。殴っといた方がいいのか。ただ殴るとこれとこれが殴られて1体死ぬ。しぎれビームがな。おい。 またクリックミスしたな。やー、喋りながらやるのマジ難しいな。しぎれビーム、お願い、途中勘で。ただまだ一応このターン残るんですよね。そう、謎のアクティビートだけ。謎のアクティビートだけ。しぎれビームは、黒マナタップで、インスタントか総裁量と取り除くと、2点与えるっていうね。もう何考えてねんっていうぐらいの能力です。さあ、兄弟か兄弟か兄弟か。これは？これは勝ったか？勝ってない。てか、さっき殴ったら勝ったのか？ちょっと待ってくださいね。こうやる、ドン。こうやった、ドン。で、インビゴレートをキャストした。対象のクリーチャー。はい。これで5。あ、勝った勝った。これで何もなければ書いた。勝った。いやー、トップお化けやな。勝ちました。 最後、これ自分の能力も上乗せするんで、プラス3プラス3でなって、44で3尾で毒10。かわいそうというか、まあ、相手ちょっとかわいそうですけどね。まあ、途中噛み合ってなかったので、最後ぐらい許してください。はい。大パンいいっすか？いやいや、これがこんなもんっす。こんなもん。こういうデッキ。感染ある。僕でも勝てる。僕でも勝てるのが感染。さあ。現れないですね。奇跡もいいけど、対戦相手現れるかな？なんかアンケートしますか？よいしょ。じゃあちょっと待ってくださいね。かなり有力になってるやん。ちょっと待ってくださいね。なんか勝手にかなり有力にいつもされるんです。どうなってんのこれ。みんな今日はフライデーとか、みんな結構これ見てる人ってレガシーやってはるんですか？え、かなり威力なってんのになってくれへんだけど。え、何何何？すいませんね。
感覚。もう仲良しエピソード。奇跡聞くとバレる。どうなんだろう。どういうこと。すいません、なんかよくわかんないんですけど、パソコンが。英語でいいですか。なんかね、英語しか反応なくて。ミラクル。リュウジがあれのエピソード。いっぱいあるからな。前も言ったかな。あの野菜もっと食べた方がいいよって言って、リュウジがに注意したんですよ。ゴブリンね、組んでないな。ごめんなさい。次組んどきます。まあ、12ポストか。ミラクルか、まあ、テールポストは、まあ、この辺の、ね、マナがたくさん出るマンで112ポストさすがにそれはできへんな、まあ、マナ出すマンで、まあ、この辺を叩きつけるデッキなんですけど、これテールポストを今紹介してますね。まあ、奇跡コントロールみたいなデッキが多いならこのデッキは結構ありですね。はい。で、もう一個が、ミラクル。まあ、僕ミラクルの形結構いろいろ回してるんですけど、まあ、これが今一番しっくりきてる形かな。違うな、これじゃないですね。ニューミラクル、これか、はい、これが今一番しっくりきてる形。動詞今は入れてますね。なんか BUG カスケードめっちゃ多いんで、もう入れてます。はい、というわけでドン、結果を表示します。お、みんなポストが見たい。じゃあポストにしましょう。さあ、オミテルはこの間やりました。ごめんなさい。あの、ボコボコにやりました。というわけで、誰か現れるかな？あ、ごめんなさい、アンケート消します。はい。メイン月。月自体がね、そんなに今は、なんか、一応みんなさすがにケアしてる。神話？神話は嫌いですよ。まあ、神話といえばリュウジ使ってますからね。うん、メイン付きは、レガシーの今のメイン付きはあんまり好みではないです。まあそうですね、ペインター。なんかメインから付き使いたいんだったら、そのペインターみたいなデッキをもう自分から使った方がいいですね。はい。今12ポストで、レガシーの2コーに入ってるんですけど、誰も来ません。じゃあ、デッキ紹介していきましょうか。ブレインストーム、ロバナルシ。はい、ちょっとねパソコンが不安定でよくわかりません。すいません。そうですね、インペリアルリクルート入ると思ったんですけど、なんかあれ系からは、あれ系とかしいな、ポータル三国志とかからはなんかあんまり入らないみたいですね。そう、玉順欲しかった。あと戦の3階とか、あの辺もなんか入るかなと思ったんですけどね、全然入らず。そう、フルはいつもの感じやと今日の夜か明日なんですけど、どうなんですかね。あのプレイリリーストーナメントないんで、エタマススポイラーの今買えば何ですかね。まあ、全然バンチューとか使えたら。そうですね、まあどっちかというとあれですね、再録されなかったカードを早めに買った方が、どうせ値段上がっちゃうんで、
ゼンリカのフェッチランドとか、なんかいろいろ。あと30分で終わっちゃうよ。はい、30分延長します。もうフルスポまで出てないです。例えば、ごめんなさい、今、見逃してました。まあ、入らなかったカード、まあ、入らなかったとかまだ分かんないですけど、まあ、リシャーダン・ポートとか、まあ、あとはまあ普通にゼンディカ・フェッチとかですかね。そう、ショーテル、なんか MO でも上がってますよね。あと、あれやばいですね。インファナル・チューター。あれ多分やばいですよ。これです、これです。冥府の教授者。これは、MO でも今45チケットとなってるんで、まあね、アントが生えるかっていうのもあるんですけど、他に変わりがないカードなんで、まあ、入らんかったらやばいです、これは。防御してないと、ハンドの好きなカードを1枚相手に見せて、それと同じカードを持ってくるっていうカードです。今2000クライアンなんですけどね、もう海外の人だと結構値段上がってるんでね。そう、日本人があんまりアント好きな人いないのかな。対戦相手、あ、始まってる？ごめんなさい、普通に始まってました。イエス。値上げはまだしてないです。まあ一応戦えそうですね。はい、キープしましょう。トロピー。探検の地図。この時点でバレますね。さあ、なんだ相手は。てか、これ、さっき戦った相手？相手。なんか、アンチラッシュさんって、なんか、さっき戦いませんでした。なんか、ジャンドっぽい。お。さあ、グリムはポスト。とりあえず、置いて。これ、多分、ウエストランドかな。闇の星眼も全然使います。最近はちょっと僕アント回してないんでね。なんか一部の人はあれみたいですね。アントに、季節、ナナマナのシーズンズパストでしたっけ？あれ入れてるみたいですね。さあ、ボブ出ました。どうしよっかな。まだいいか。はい、ドン。コマ、はい、コマ。マスターズ系特有のがっかり枠、がっかりしました。神話あった方がいいんですか？がっかりサイクル。相手の方が宇宙。これリリアナっすね。リリアナ、あ、来ない。まあ、ジャンドス、多分、さっき当たった。サスリリアナ。まずいぞ。まずいぞ、まずいぞ。非常にまずいですね。そうですね、リリアナはディグスルータイムが落ちてからずっと強いですね。
まいです。まあもうこのマッチはもう湯村クール出せば勝つんで、湯村まで行きましょう。そうか、リリアナが入らなかったですね。まあ入らないのか、なんかまだ確定はしてないですけど、なんかさすがに新割やだから入らなさそう。はい、なんだ、ディスカード、そうですね、なんかモダンで使えるカード徹底的に排除してますね。はい、それはまずい、それはまずい、それは飽きません。はい、チャレス1、やっぱロームみたいなできますね。お、エムラクール。お、しかもリリアナ止まるやん。あかんやん。あかんやん、あかんやん。間違えた。クリック、クリック間違えた。チャリスが。まあでもなんか次エムラクールで勝ちそうですね。そう、尾行中は1マナしか出ないんですよ。これたくさんマナだったらやばい。はい、井村はよね、相手もうそれこれ買ったやろ思ってますけどね。さすがに行ったらで言うて、まあ不毛はもう止めてるんで。はいはいはい、なんだ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 、カラカスを変えたら泣くしかなかったですけど、はい、ライフもちょうど15です。さあ、おっとマナ足りないぞ。マナ足りない、嘘か。お、マナが1マナ足りない一番足りない。あ、ここでここでポストをもう一枚お願いします。あー、3枚とも針、これはこれは負けですね。うん、これは負けですね。さっきここまでドローして、いや無理か、無理だな。これはリリアの奥義までいっちゃうと無理ですね。3人ってかもう4人集まってますからね。こんなことある？ふむ、これはもうあまりにて受け入れよう、負けです。針地獄。はい、ポスト系のデッキというか、なんか樽も入れ、効くのかな、コンボちゃうからあんま効かへん。ここまで引いて尾行地今回タップ、そのタイミングはあったのか。ここまで引くとエムラになっちゃうんじゃないですか。エムラ引き継ぐ追い捨てる、コマ見る、ドロースタック。あ、なるほど、なるほど。ゴミが、確かに、確かに。確かに。それは使ってる。いや、やっぱ負けるべきじゃ負けますね。いや
ローバイの話は聞かなさそう。チャイス入ってるんでしょ。まあ、2でなんか3枚でよさそうですね。はい。なんかタルムゴイフなんか入れたいな。あ、ちなみに僕このデッキもほとんど回してませんから。自慢じゃないですけど。いや、ミッドタイムいるだろう。果たしてタルマいるのか。まあなんかリュウジみたいな自慢。はいはい、グヤンです。カンデラはコマ確かに弱そうですね。まあ1枚入れてみましょう。はい、いやー勝てない勝てない、難しいよ。レガシーは行きましょう。これで相手バストルヒとか残ってたら泣きますけどね。何残したんで。はいはい、フェッチお願い、フェッチ引いて。青マナっていうのも、まあ、どこにあるのかな。タルモと、なんだなんだ、ボブ。これはまさかタルモが殴れないのでは。お、一応まだあります、ね、こうやってもう撤廃するな。謎の白紙のタルモビート。じゃあ演劇の舞台はまだですって。ええ。寝ながらやんけは、ちょもうちょい待ってください。まあでもなんか再録しそうやな。再録しそう。まああとはなんかモダンとかでね、強い相方がなんか現れたら。これでバスルヒあったら僕もびっくりすんで。チョーク、チョークはあんま効かないね、これデッキ。下がった際は。はい。もう白紙のタルモビートでいきましょう。GTC ちょっとね弱すぎるね。クラウドポストかな。クラウドポストでいいかな。はい。だからミドミドも欲しいんですよね。このクラウドポストで。はい。チョークはあれは効きませんか。いやさすがに、いや結構今日もミスってるんですけどね。あの途中から来た人はまあ知らないかもしれないですけどね、あのわざとこうミスるように今僕はリュウジに拳銃を突きつけられてますよ。ボブ、ボブやな、ボブやな。はい、1、2、3、4、5、6。これは1、2、3、4、5。難しい、難しいぞこれは。がしかし、相手のベイオーになるのか。なってもなってどうすんだ。リリアナが出てくる。難しいですねこれ。森になっても次ターン1、2、3、4、5、5マナしか出ない。1、2、3、4、5マナしか出ない。がしかし森になります。
ライトブレリカリ、おっとまずいんじゃないか。ちゃんと持っとるな。まだ一応オープンなのか。さすがに乱暴になりますね。めっちゃ効いてる。海、海ってなんだろう。あ、チョークか。まあでもそんなに、まあ効いてるけど、効いてますね。効いてるな。全然効いてますね。お、洞窟、人間。いまいち噛み合ってないですよね。不毛はめ、やばいっすよね。さすがに。ヒューマン、はい、こっからトリンケットメイジ、はい、どんどどん、まあ針でどん、不毛の石よりもナイト・オブ・ザ・レリッカイって言った方がなんかいいような気がするが、ウエストランドで、はい、ほんとね、こいつ伝説でもええぐらい、メイズ・オブ・イス、さあどうするどうする、メイゾーイスまで入ってんの、入ってんな、相手は止まりましたね、はい、デニスかな、はい、3から何だろう、もう1体レリカリとか、はい、はいはい、やばい、土地持ってきた、もしかして向こうにもダークデブスコンの 入ってる、ああよかったよかった、なんか優しいサバンナ、ガドック、なるほど、まずいですよ、ボブ止めたら負けるっていうね、サバンナ使い、おおお、よいしょ、まだ戦える、まだいけますね、頑張れ、ダークデプス入ってるやん、引かれたやん、これはこれはいかれたか、いかれましたね、あ、メイドウィス、このデッキ遅ない、どっちですかね、向こう、まあ、僕のデッキはゆっくりデッキですよ、あ、まあ昭和のテール入ってますけど、まあ基本的に目立ったのは奇跡とかそういう相手ですね、なめぽおじさん、お、とりあえず1234123456767出るぞ、はい、なん
とか原車で。はい。で、グリマーポストと、どうでしょう。ポストとポストか、これは。はい。ゲインします。なんとか。なんとかまだ生きてる。ダークディプスコンボとっとと決められたら負けなんですけどね。あ、でもカラカスあるよ。タイタンはバグってますね。カラカスは1枚しか入ってないです。不毛の大地で笑えたら終わる。はい、ドン、殴ってきた。え、全パンチ。さすがにこれはガドックブロック死なないですよね。12点。え、こうなんか信用があるのこれ。あ、てかメイズオブイスされるのかこいつが。あ、これは不毛の大地刺してます。だからそうか、さもうコンボは大丈夫なんですね。これはえ、なんかここから死ぬのかな。14点しか食らないはずなんだけど、ここをここするのかな。多分そうですね。なんか芝木に兄弟かバーサーク、兄弟かバーサークやばいっすね。さあ、このタイタンが除去られなければまだなんとかなる。まあてか除去あったら打ってるもんね。メリカリ、ああ3体目、なか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 ですね。ボジューカの沼ちょっと欲しかったな。お、ローム回収不毛刺してるよ。5号なった。気兼ねなく殴れる。今引くそれ。はい、とりあえずグリマーポスト置きました。はい、アタック宣言、ドン。ここはベズーバ、ベズーバで。まあまあまあ、土地いっぱい入ってるんで、こんなもんです、こんなもんです。はい、まだいけるで言うて。7マナ出るからステージでこれになってワンチャン勝てる。7マナ出るんでしょ。1、2、3、14マナ出る。微妙に足りないですね。じゃあこのままエンドします。相手ボブシあるぞ。輪作で島サクるのは、まあ別にサクる予定ですけど、なんか今じゃなくても。かっこいい。じゃあまあ打ちますか、輪作。よいしょ。15点、17点、フェッチして66、13点、18、これ相手、ボブシ大丈夫か。最近ちょっと流行ってますね、なんか。さあ、なんかグラシアルチャズム置いてたら、なんか勝手に死んでくれそうだね。がしかし
アイオブ銀。さすがにアイオブ銀か、これは。このターン死なないっすよね。18、20。なんか火力とか入ってんのかな？さすがに入ってないと思うけどな、このマッチアップで。というわけで、アイオブ銀をドン。相手すごいですね。まあ、バスルヒは多分メインに入ってると思うんですけど、さすがに最後抜いてると思うんですよね。いや、多分さすがにこのマッチアップ最後抜くんじゃないですかね、ヒは。入ってたら結構びっくりします。20点、ライフ3残るはず。ライフ1、相手ライフ1。相手男前っすね。いや、ボブシ見たいな。ボブシ見たいなって、めっちゃ性格悪いけど。男前っすね。もうボブを積極的にお願いします。さっき当たった時多分感染だったんで、この人。 まあ相手もリュウジを脅してる可能性はある。今僕も脅されてますから、考えんなっつって、考えてプレイすんなっつって、感じろっつって。最低だな。 リュウジの株がどんどん下がっていく。ギタチョウ、ギタチョウ、ワンチャンワンチャンっつって。これ今ギタチョウ払えないからね、相手。ライフ1しかないから。めっちゃ考えてる。ナイト・オブ・ザ・リーク起動する。フェッチ。死ぬみたいな。さあ、優先権が。このまま何もし。全員でパンチ。なんかバスリとか入ってんのかな。まあさすがに殴りに来ただけか。これ稲妻入ったら、入ってても助かってる。はいはい。X2、なんだなんだ。なんで。あさりますね。違った。これか。これだな。まずクラウドポストのコピーになります。はい。で、8万出ます。バケモン。今回の新神龍二。すごい名前ですね。はい。じゃあ、エムラクールでいいかな。ライフ1なんだよな、相手。相手ライフ1だけど、エムラクールでいいかな。はい。ウギンまで引いた。これ ウギン出したかったな。 はい。さあ、これ50巻でも入れる？さすがにやりすぎ？タバナクルとかもね、そんなにだもんな。両方行こうぜ。あ、今のハンドは両方出せましたよ。ウギンドーン言うてね。さあ、なんか針は全部いるな、これ。駒抜くはない。なるほど。駒抜くはない。何抜きましょう、じゃあ。まあ、樽もいらねえか、普通に。そういうデッキじゃないですもんね。いや、樽もゴミでした。マジゴミやった。
てかもうメインのままでなんか全然いけそう。はい、ドドン。あ、お前ら出へんな。お前ら出へんな言うて。さすまりか？さすがに割りがんか、これは。うん、お前ら出へんな言うて。まあ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 。はい。ブレインストーム。まあ。タルンは採用です。エムラヒで雑に、これね、エムラヒで雑に行くとカラカスで行かれる感じあるよね。もう毎回、あ、ボブちゃん、リボーカーやった。これ、駒行かれたやん。引いときましょう。まあ。ね、チャズムいらん。さすがに言うて。まあでも、ブレインストームでね。よいしょと。ショーテルだけこんなにいらないですよね。さあ、ハイレキシアンリボーカー。こいつにペチペチ殴られます。ブレスター強いっすね。メリッカリ、そいつはあかんで言うて。はい、トゥエルズポストです。違うな言うて。ベズーバでなりたいやつないっていうね。これ打つか今メインで。お、来たで。ショーテルタイタン、次のターンショーテルタイタン、ありやな。そう、不毛ハメがあるから、クラウドポスト狙ってもらおう。そう、一旦不毛来ても耐えれるんですよね、この感じだと。まあ、多分クラウドポスト狙ってきてくれるでしょうと。はい。ショーテル。今日はごめんなさい、8時半で終了予定なんですよ、実は。今日6時からやってまして、来週ぐらいまたね、ちょっと遅い時間からやろうと思ってるんですけど、今日ちょっと、そう、もう半で、もうすぐラスト。さあ、不毛されますよね。あと1分しかない。一応ちょっと延長取ってるんで。うわー、むちゃくちゃしはる。この街で終わります。ごめんなさい。ちょっとね、今日は、むしろ今からみんな見たいと思うんですけどね。今日は6時からやってまして、申し訳ない。今日はちょっと用事があるので、どうも。すいません。来週とかは多分普通にいられると思うんで。いや、もうそんなん言われても何もあげませんよ。まあ、酔っ払ったな人にカードあげちゃうんで、なんかあげるかも。いや、飲みに行くとかじゃないんですよね。普通に用事があって、まあ、用事があるというか、まあちょっとね、後輩の職場のこのライブがあるんで行ってきますみたいな。さあ、不毛ではめられるな、これ。さあ、一体どうすればいいんだ俺は。それ明日でよくない？どういうこと？いやいや、もう何もあげませんよ、もう。さあ、これ何持ってくんの？クラウド、これで割られるんよね、この2枚で。とりあえず、
まあ、絶対に割られない島と、まあ、でもクラウドボスグリマは確かありやな。ライフゲインしたし。ドン。18やで、言うて。後輩の職場 職場の後輩ね。後輩の職場は、なんか、オーフも普通に引いてくる。乗ってますね、相手。まあ、ただ、66かでも、やっぱ、母銃感でもあった方がよかったかな。お、ボブが殴ってきたよ。残り4。バケモン。お、グリマーポスト。グリマーポスト。置いた。ドン。これで4点、4点、8点回復、14点。あれ。どれがいいのかな。一応グラシアルチャズムをね、持ってくることはできるんで、すぐに、実はすぐに死なないんですけど、それでいいかな。不毛かなんか置かれたらやばい。とりあえずグラシアルチャズムと、ポストとグラシアルチャズムかな。ドン。生贄に捧げる土地は、弾が来るわ。サイドに落としてますね。ああ、そうですね。で、よいしょ。あ、アタックいってるからあかんやん。関係ないか。こいつ割る？割っても関係ない。これは行かれたか。今グリマーでしたね。困ったな。困った。これ不毛と言ったら、一番右はグラシアルチャズムって言って英語版しかないんですけど、まあ、こいつがあると死なないって書いてます。その代わり、毎ターンアップキープに2点払わないといけない。そう、グラシアルチャズム。これはね、一体俺は何を持ってくればいいのだ？どっちかですね。コマは今使えないんですよね。針。まあ、針かな？不毛かな？さすがに不毛かな？今は、何ターン目だこれ。5ターン目。ウェイストランド。いや、これサイルクにしちゃいますよ。フロムザボルトに入ってるんで。アイスエイジ出身の土地な、あの土地なんですけどね。ハリーで、不毛の大地に行きました。さあ、相手が血迷って、ハイレクシアンリボーカル殴ってくれないかな。殴るわけないな。これ、もしかして水尾？水尾不毛、ボーンで負ける。確かに、フロムザボルト版は見覚えがある。水尾、あかんね。これは行かれましたか。これは行かれましたか。あ、一応まだいける。まだいける。不毛で、ドン。
玉す入るかな、このカード。入らなそうですけどね。さあ、何か来て。相手も実はライフ12なんですよね。お願い。グリマーポスト、これは負けか。これ何点ゲインできるんだ。ドン。カラカスはちょっとダサいですね。チップでラスをする土地欲しい。はい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 、確かに殴ってからセットの方がゲイン度が多いのかな。とりあえずこれでライフ21なんで、なんとかなんとかなんとか。いや、21点ゲーム、まあまあ化け物やけどね。ボジューカは、入れた方がよかったな。おワンちゃん、ワンちゃん、ボブチャンス。殴ってこーい。さすがにグリップでこれ割りますわな。え、相手殴ってきたけど大丈夫。え、俺これ死ぬ？位置残る。これはもしや、もしかして？確かにロームで、まあ多分相手グリップとか普通に、まあ除去あると思わなかったのかな。お、勝った。え、勝ちました。耐え、ライフ1耐え。バッピないんかい。まあ多分バッピは抜いてると思うんですけどね。ごめんなさい、もう一回じゃなくてね、もう行かないといけないんだよな、私。行かないといけない。いや、最後この、え、相手いるかな？いないな？いや、まあ、もうお互いミスりまくってましたよ。来週ごめんなさい。ちょっとごめんなさい、今日はね、早いこと。あ、明日、そうですね、MMM っていうモダンの大会があるんで。はい。ぜひお願いします。すいません、今から、本当はね、もう僕もこれからやりたいぐらいの勢いなんですけどね、ちょっと、今日はここまでということで。はい。また、明日はあの、岩章、パイセンの放送があるんで、ぜひぜひ、ゴルガイの人の放送、はい、よろしくお願いします。ちょっと今日はごめんなさい、めちゃめちゃ中途半端なところで終わってしまうんですけど、あの来週もまたあの多近畿の放送とか松本さんの放送とかありますので、ぜひぜひそちらもお願いします。はい、あの一応来週あるな、あの僕再来週グランプリコロンバスに行くので、はい、あのまあ来週はね、そこで使うようなデッキを、まあ多分奇跡になるんですけど、なんか回せたらなみたいな、あのもう僕みたいなもののね、放送を見てもらって本当にいつも助かってます。はい、というわけで、今日はこのこれじゃないぞ、こっちのね、青緑感染からの敵ロバ感染、まあ一回敵ロバ炸裂しましたけどみたいな感じで、はい、ありがとうございました。また来週もお願いします。